次にね、ここに今下にジュースのあります、これ荒木栄のね、業績を称えて2年後、亡くなってから2年後に、日本の歌声が荒木栄賞というのを作って、でそこで 表彰といいますか、称えようということで、作られたんですよね。でその第1回が、ここに書いてありますけども、第1回の荒木栄賞は林学さんのみんなが笑う。それでですね、要するに、関先生がね、亡くなって、選定される方がいなくなったということが多分あると思うんですけど、73年で終わってるんですよね。73年に、関先生が亡くなったものですから、その73年は多分なかったと思います。72年までの間に、荒木栄賞が毎年、1人の方がね、受賞されてるんですけど、なんとその中に愛知県で、三浦老生さん、三浦義雄さんがね、第3回と第7回、2回受賞されてるんですよね。でちょっとね、今日ちょっとお呼びしてありますので、それとですね、そこにですね、あの盾がございますので、休憩中でもよろしいですから、荒木栄賞の盾をね、ちょっと見ていただきたいなと思います。はい、あのですね、なかなか喋ると嫌だと言いますので、ちょっとインタビューしながらね、したいと思います。最初のですね、第3回ですね、三浦さんはあの三交代節という歌でね、受賞されてるんですけども、これはどういった内容の歌で、どんな思いで作られたんですか？これはね、当時あの今日もね、当時の仲間4人かな来て参加してくれてるんですけど、やっぱり三交代っていうのがあまりみんなあの高校出てからあまり体験がなくてね、実際その体験やった時の辛さっていうのはみんな持っててね、嫌だな嫌だなっていうことがみんな思ってたんでね、そういうことをちょっとね、夜でも昼でも会社に出かけ、夜でも昼でも仕事する三交代の俺たちが、なんだっけっていう曲でした。そういうやつ。ありがとうございました。すごいですね、今でも覚えてらっしゃるもんね。あとその次がですね、第7回ですね、三浦老生さん、老生さんって言いますけど、本当は吉尾さんと言いますので、ごめんなさいね。海鳥の歌というので受賞されてますけど、これはどんな思いで作られた？これはね、当時ね、公害がすごかったんですね、公害の報道とか、そういうことを、で、自分たちの中でも、あの当時ですね、鉄鋼団体派はねっていうのは、寮の中で中心にメンバーで組んでずっと歌ってたんですよ。でそのメンバーの中に適した歌で、あの公演、海鳥はもう飛ばんな、大量歌はもう飛ばんな、大量歌はもう聞かんな、ヘドロとなった海、なんだ、月さえ映せぬ海っていう曲でなんか作っちゃったんですけど、そんな大賞もらうようなとも思わん、みんなの中でわわわわ言いながら作った曲なんですよ。なもんですから僕はだけど、荒木栄賞っていうのはすごい 重くてずっと潰れちゃう。でも歌い続けなきゃいかんっていうことで、あの鉄鋼団塊鋼の後、あの王子性男性歌手団も結成に加わり、そこでずっと歌ってきました。だけど最近はもう頭が全然ダメになりまして、まあ、王子性男性合唱団ももう引退しようかなと思ってます。何を言ってるの。はい、ありがとうございました。ですね、今ね、今度2回受賞されて、もう愛知の誇りですよね、宝です。で、この賞を見ますとね、もうこれ多分正道性ですから若干ね、緑賞もいてますけども、でもすごい荒木さんのね、顔がね、決まりになってるんですよね。ですからぜひ休憩中にね、写真撮るなんて見てみてください。私もこれまじまじと見るのは、久しぶりというよりもほとんど最近見てなかったものですからすごいですね。この賞はですね、関先生から直接もらわれたんでしょうかね。どうですかね。違うんですよ、これがね、なんかね、決まってからなんか送ってきたんですよね。で、この受賞のそういうのってはあまり経験ないですね、覚えもないですね。で浜島さんからなんかずっと
で言ってもらったような気がします。ああそうですか、わかりました。もうすごい賞ですもんね、これ年に一人だけですからね、もらえるのはね。それでそうそうたるまだ他に作曲家がいっぱい歌声のある頃歌うんですから、うん、林真奈美さんもそうでね、それで林真奈美さん最初のね、うん、第1回取られてですけどね、あと大西進さんとか見えますので、まあそういう中で荒木栄賞というのはね、今日ここでご披露できる、まあ、これはですね今回の荒木栄生誕100年のね記念の、まあ、企画といいますかでございますので、ぜひまた見てください。どうもありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。